男女の性欲の違いということで見ていきたいと思います。どうやら性本能ほど理性のコントロール下に起きにくい欲望はないようで、人間の性的欲求を脳レベルで解析してみると面白いことがわかります。脳で性欲を司っているのは官脳にある視床下部。その中の第一性欲中枢と第二性欲中枢と呼ばれる2つの器官です。第一性欲中枢は X を欲する機能を受け持ち、第二性欲中枢は X を行うための機能を担当していると言われています。このうち第一性欲中枢については、その大きさは男性が女性の約2倍もあるそうです。でかー。男は女の2倍性欲が強いなんて言われたりしますが、納得ですね。また、X を行う機能を受け持つ第二性欲中枢についてですが、その場所は男性の場合、食欲を促す摂食中枢のそばにあるのに対して、女性は食欲を抑える満腹中枢の近くにあります。つまり、男は空腹の時に欲情しやすいんです。食べたい時はしたい時でもあるんですね。単純だな。男バカじゃん。それに対して女性はお腹が満たされて精神的にも落ち着いた時に X に意識が向く優雅な傾向にあると考えられます。どっちにしても食欲と性欲は非常に近い関係にあるんです。男性が失恋すると近くの食本能も一緒に低下するので、ご飯が喉を通らないなんてことになり、痩せ細ってしまいがちですが、女性は逆に失恋のストレスを食べることで解消し、太ってしまうということが多いんです。面白いですね。なので、もし男性が女性をベッドに誘いたいときは、食後の方が圧倒的に確率が高くなります。ごちそうなんかしてあげるとさらにロマンチックな雰囲気になりやすいと。誘い方も大事ですけどね。食べてすぐ、はい、じゃあね、行きますかなんて言うとキモキモ認定間違いなしなので、さりげなくね。というかまず食事に誘って OK をもらうところから始めましょう。逆に女性が男性を誘いたい場合は食前の方がいいかもしれませんが、まあ男性はバカなんでね、正直どっちでも大丈夫です。誘いたい時に誘いましょう。少しでも皆さんの知識や話のネタになれば嬉しく思います。ではでは。